毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都府出身もかこと林桃佳がメイン MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれてますが、今週はこの2人に来てもらいました。はい、渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、エイリンことアンドリーナです。よろしくお願いします。イエーイ。おこのメンバーは、あれ ?QB2? あ、ほんまよ。ですね。ほんまや。昔の話持ち出したんだよ。そうやで、えなぎじゃないと思った。ほんまや。え、なんもないよ。ないんかい。共通点もないよ。ほんまに、うん、そう、まあ、共通点といえば QB2、はい、ぐらいかな。はい、ということで、今回のテーマは、秋といえばこれです。クリかぼちゃ芋。言われた、全部。言った。ほんまにこれが大好き。うん、なんか、うん、練り物系っていうの、あの栗かぼちゃ芋ってあの何だっけ、あ、なんかねっとり系。そう、あ、美味しい。美味しいな。大好きよ。最高ですね。女子はみんな好きよね、あれ。ほんまに。エイリンはなんかある？サンマ。おぉいいな。なかなか渋いな。秋ですよね、あれ。秋やな。好きですね。美味しいです。モカさんは？え、なんか、ま、食べ物はナギちゃんが言ってくれたから、私は秋といえば読書。秋とも言うじゃないですか。おお、読書してんの？だからしたいなって思う。したいな。そう。え、する？読書とか。します結構私は。あ、なんて言うんですか、映画の、うん、見たい映画の本みたいな。あ、の小説とか。はい、それを読みますよく。で、それで映画を見んの？映画もどっちも見ます。両方見るんや。じゃ、その映画を見るために小説を絶対読みたい派みたいな。そうです、そうです。あ、え、結末分かっちゃうよな。でも話違うんですよ、大体。あ、ちょっと違う。ちょっとだけ違うので、そこがなんか違うのが見たいっていう。なんかすごい、なんかエリートな考えじゃない。確かにな。やった。なかなかそういう考えには私はならへん。そのままな、もう字読むの疲れちゃう。そうやね、途中で飽きちゃうからさ。目がな、縦に動くのしんどいから。今年こそはまあ読書できればいいかなと思います。ね、いいですね。はい、この秋もね、いっぱい美味しいものを食べて、はい、食べましょう。いっぱい楽しみましょう。はい、ということで NMB48 の放課後ニュース、このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。それではここで NMB48 からのお知らせです。エイリン、お願いします。はい、現在私たちは NMB48 アリーナツアー2017で各地にお邪魔しています。はい、KBS 京都をお聞きの皆さんのお近くでは10月11日水曜日、12日木曜日の2日間大阪城ホールで行いますので、ぜひ見に来てくださいね。ギオンラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私もがこと林桃佳と渋谷渚と安藤エリナがお送りしました。バイバイ。それではなぎちゃん、曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。 NMB48 でまさかシンガポール。